ちは、春風ツアーです。今回はチェンストホーバーにあります安名倉修道院その2をご紹介いたします。ポーランドはこの赤い六角形で囲った場所、ヨーロッパのほぼ中央やや東寄りといったところにあります。そして聖地チェンストホーバーはポーランドの中では中央のほぼ南側といった場所でしょうか。上の少し東に寄った赤い丸、ここはポーランドの首都ワルシャワです。チェンストホーバーはポーランド随一の大聖地です。カトリックの大聖地です。今回はそのチェンストホーバーにあります安名倉修道院その2、内部の様子をご紹介いたします。こちらがチェンストホーバーにあります安名倉修道院の全体的なシルエットです。この修道院は1382年にハンガリーからの司教団によって建設されました。こちらは内部の騎士のホール、騎士ナイトですね、騎士のホールと呼ばれるところです。それからこちらは主祭壇、こちらの写真は新郎の写真ですね。新郎というのは入り口から主祭壇までの通路のことを新郎というんですけれども、その場所から入り口から立って新郎を通して主祭壇を眺めて、あと上の方に非常に美しい天井画が描かれているのがお分かりになると思います。こちらは主イエスの礼拝堂、この光が当たっているところにイエス様の像があります。そしてこちらはちょっと見にくいんですが、こちらが黒いマドンナの礼拝堂です。画面下の方に光がこう当たっているようなところに、黒いマドンナ、黒い聖母のイコン、聖画が祀られています。この黒いマドンナ、黒い聖画に、黒い聖母のイコンに関しましては別な動画できちんとご案内いたしますので、今これちょっと見にくいんですがご了承ください。今回は大聖地チェンストホーバーにあります安名倉僧院その2、内部の様子をご紹介いたしました。